今日ソキウスが紹介したい楽曲は、田村ゆかりさん、声優の田村ゆかりさんの「さよならを教えて」という楽曲です。まあ、このタイトル結構有名なやつでしたね。そのスタンダードナンバーとタイトルと一緒なんで、そちらの連想もされる方多いかもしれませんけれども、こちら、花降りつきよと恋曜日っていう私が好きなアルバムの一つなんですけど、そちらに収録されている楽曲で、田村ゆかりさんってイメージとしてキュートな楽曲を歌われるっていう印象が声優好きな方の中で多いと思うんですけれども、 この2000年代初頭の頃のアルバムではその9頭のところにちょっと不思議な感じ、幻想的な要素も加わっていて私すごく好きなんですね。ちょっと90年代の声優の流れを組むような楽曲ですね。この楽曲、音楽ゲームの書き下ろしをしているパーキッズのお二人が書き下ろした楽曲で、ベースが鳴ってるけども、ふわふわした感じの楽曲が続いてて、裏拍でのベースとか、すごくそれが相まって、ベースがしっかりしてるけども幻想的っていう新たなタブラカスな楽曲像できるんじゃないでしょうかね。